ある不倫報道の渦中にある女優の広末涼子、40、が、家事、育児法規制に怒りをにじませて反発している。一部報道による夫で、アーティストのキャンドル・ジュン氏、49の発言により、SNS 上ではこの説が加速した。しかし、広末は、夫の不在時は、家事、育児のワンオペを続けている自負があり、自身が仕事の時はシッターを頼むなどしているため、納得がいかないというのだ。発売中の週刊、文春によると、広末は6月3日午後9時半、4日午前3時過ぎの間、都心の高級ホテルで、フレンチレストランのオーナーシェフ、鳥羽周作氏と密会した。他の日にも二人は仲睦まじ、いい様子を見せていたという。広末は、長男、19、次男、12、長女、7の3児のママで昨年、ベストマザー賞を受賞。鳥羽氏も、妻子持ちだ。男女の関係ならダブル不倫になる。片谷淳氏は11日、福島県で行われた東日本大震災の復興イベントで長男について、彼は今、小さい子たちの面倒を見ていて、大変などと語ったと12日、一部で報じられた。これを受けて、SNS 上では、広末の家事、育児法規制が加速する事態になったが、本人は怒りをにじませて反発している。関係者の話。淳氏は復興支援に注力していて、家を空けることがよくあり、広末さんは、その間、家事、育児のワンオペを続けている。早朝に起き、朝食や弁当の準備、洗濯などを一人でこなして今、家事、育児は、周囲からサポートを得ることも大事だ。淳氏は、長野県の実家が、バイオリン職人、バイオリン製作者で多忙だったりして、家事、育児のヘルプはなかなか難しく、広末さんは、自分が仕事の時は、関東圏に住む親戚やシッターさんに家事、育児をサポートしてもらっている。家事、育児放棄はしていないと怒りをにじませています。演出関係者長男からも支えてもらっている。広末は昨年4月放送のフジテレビ系ポップアップで長男が米国に留学中と明かしていた。米国の学校の授業は9月から翌年5月で、長男は今、木、国市、下の子、次男、長女の面倒を見ているそうです。広末さんも助かっているようです。どう広末にとって、ママタレのポジションは活動の生命線。ここは死守して、家事、育児っぱなし、捨てる説も一周したいだろう。ただ、不倫疑惑の払拭は岩を、しいと言わざるを得ない。本人は、文春の直撃取材に否定したが、所属事務所は7日、広末を厳重注意したと発表した。親戚やシッター、長男にフォローしてもらいながら、鳥羽氏との密会を重ねていたとすれば、ママタレの地位は一気に揺らぐだろう。